こんにちは。三上正史です。村井亮太です。中村隆介です。滝口幸宏です。伊深勝彦です。僕がやらせていただくのは桃太郎です。桃太郎は誰もが知っている名作なので、それをですね、内容は皆さんが知っているものに沿いながらも新たなオリジナルストーリーを絡めて、三上正史にしかできないならではの、桃太郎をちょっと読み聞かせられたらなと思っています。そしてですね、大人も、子供も楽しめる、そんな、笑いあり涙ありなのかな、そんな桃太郎を、やることができたらと思います。ぜひ楽しみに、していてください。よろしくお願いします。僕がやらせていただくのは、ゴンギツネです。まあ、ゴンギツネは非常に泣ける作品とすごい言われているので、非常にちょっとプレッシャーも感じるんですが、皆さんにぜひ気持ちよく泣いていただければ、とても嬉しいです。頑張りますので、ぜひ見に来てください。今回僕がやらせていただくお話はカッチのシンデレラということで、まあ、シンデレラといえば女の子たちが誰もが一度は憧れるお話だと思うので、その女の子たちの夢を背負って素敵な作品を届けたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回僕がやらせていただくのは雪広の知恵子書です。この作品はもともと詩集なので、普通 の, その絵本であるとかそういう小説みたいなものとは違って詩集なので、そこに、演出の板垣さん、そして穴吹さんが、いろんなスパイスを加えてくれて、お話になっていくと思います。僕も詩集からどんなお話になるのかすごく楽しみです。なので原作を知っている方、知らない方、ぜひ、劇場に遊びに来てください。よろしくお願いします。今回僕がやらせていただく作品は竜のピーターパンということでですね、コンセプトが、元のピーターパンのコンセプトっていうのが、大人になれない子供というものなんですけども、それが大人が読むとどうなるのかということで、今回しかも朗読劇ということで、声とあとはもうみんなの何て言うんだろう、空間、舞台上の空間で皆さんをネバーランドに連れて行きたいと思います。なので皆さん、劇場にぜひお越しください。よろしくお願いします。僕らの図書室みんなで読書会は4月27日から29日の3日間、梅田芸術劇場シアタードラマシティにて上演されます。ぜひ劇場までお越しください。